ゆりやん線、これ、フンヌないよと言いたくて、いや、これは本当ないと思いますね。これ、8-2で安息だと思いま傷す。心やり込んだわブ。昇進、上昇進、のお結さん局にないてんだよめん。ね。で、ですね、まあ、学習、これマはナーあえ遅延て、最速。あえて、ゲージ。どれゲージ？これか。これはあえてユリアンオートガードにしてます。で、ちょっともう左向きよ。このユリアン相手に、これはまあ全段ヒットするんですけど、相手がしゃがみ状態。まあ簡単にこれまあユリアンの中足をブロったと想定する状況なんだけど、これは俺が今キャンセル遅かったわ。キャンセル早く。あれ？繋がるんだけど。あれ？ちょっと待って。これ、ウィギだと繋がんねえんだけど。いや、これも違う。これは初段が届いてない。あ引退は呼ぶ。れ？ なんか、これわかんない。ごめん。俺ね、これ。あ、でも今ガードされた。見た？見た？これ。今ちゃんと、初段の方が当たってたのに、ガードされてたの見えたから。見た。そうそうそう。ちょっと条件が俺も分かんないんだけど、しかもこれ家プレステ2版でやったらもっとガードされた記憶があって、ブアナオさん早く言うでサトどシれも上一立くちだかさな。い。一瞬で覆ったかと思った。わら。てかユリアンのノックブックが少ない気がする。あ、でもこれ、あ、こんなもんか。うん、こんくらい。結構早くキャンセルしたつもりなんだけど。あれ？なんで繋がんの？これ結構、ああ、でも、距離次第。いやー、どうだろう。あ、でもやっぱ繋がんない。距離だね。距離か。一番中盤先端無理だね。もう繋が、おお、先繋がる。端で繋がる時もあるから、ちょっと。俺もちょっと分かんなくなってきたんだけ飛ど、び落としと操作不能時の9割スタンコンボが。飛び落とし操作不能。あ、でも、そんな、でも、これ家でやったらもっと繋薄がん道なかっかたね、ブ覚えアがあっナオ。て。いや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  薄道。うん、多分これ多いだからかと思うんだけどね。ほんと繋がりにくくて、ブロ取った後のリターンがちょっとやりにくいんじゃんみたいなのがあって。まあ実際もっと、ブロッキングモードとかでエリアの単発技をブロって、例えば小足フンヌとか、小足中盤、ブロってしゃがみ中盤フンヌとかが、結構ね、繋がりにくいんだよね、本当に。まあそういうのもあって、これは安息おすすめしてるんだけど、今ちょっと。すぐゲームのセーブ。ユリの下中こ P の見て装備から入れ先ると端マジで中無理 P だよ、踏んこぬのなゲーらム。結構途中ガードされるね。リアの下中パンチ見てから先端。あー、それもやっぱ距離も遠いからっていうのもあるだろうけどね。ちょっと聞いてもらっていいですか？ん？何？バナオさんのうん。ニコ動のアカウント。バナオのニコ動のアカウントはどれですか？名今前言えとるかならです。言ってください。バッバクナスオテーさんジ言え。パスを渡すから。ん？バックステージパスっていうのを渡して。バナオにバックステージパスを渡したいらしいです。ダットリーみたくしゃがみの暗い判定が揺れてるとか。どうなんだろう。話しますもうよ。ちょっとやっ入ってない。やりゅう。遅延バレるからきついわ遅延ブ。バレるからきついわ。これね、多分、OE がおかしいと思うんだよな。もしくは、プレステ2版がおかしい。これは俺が今悪かった。ブアナオ、ああ、オやっラオぱ、ラ。繋がんないことも、変なの。まあ、じゃあ、これはとりあえず置いとこう。今、ふんぬ、ユリアンはフンヌにするべきじゃんっていう度合いが、これはユリアンあ、だユリけ。アンは安息にすべきじゃんっていうのが今8-2からリセッ7-3トにメガ同な時りまし君た。にヒットするとガードされる。バナオだ呼ぶ。ああ、これはユリアン安だけ、いそうか。ですね、変な当たり方したのはユリアンだけですかね。で、あとはですね、あ、また次枠でまたやりたいと思います。まだまだちょっといろいろ
思いつくことはいっぱいあるので、できればまあちょっと剣族に協力してプレイしてもらっていろいろやりたかったんですけど、 OE の仕様がちょっとカスだということでお許しください。キャラクター選択、じゃあまた次枠でね、いろいろ放送終ました。あ、枠取り成功、放送開始を検出しました。船による配信を開始しました。あ、そういうことか。じゃあね、バナオさん米入ってるって聞いてます。バナオ米入ってる、はいはい、バナオ来たら返事早よ。なあ、あ、来た。お、バナオなんだっけ、米入ってますか。バナオは、もしもし、和骨です。和骨です。これはちょっと多いの仕様にちょっと慣れてますけど、何一応厳密レミ講座ということでいろいろ見せていけたらなと思います。全然わかんないわ。とりあえず今注意が、まあ、じゃあ早速コミュニティ入ってる。そうだね。じゃあ和骨です。そう、豪気にですね、ちょっと豪気に今フンヌありっちゃありなのかなと思えるような、お姉さんのかき氷、おいおいおい、氷漬けの話は、いや、それはまあ、おい出してくれてありがとう、かっこ。なんかいろいろできるから、ちょっと待って。オッケー、これね、もしもし、これ結構ね、いや、俺はまあ、もうこれも、この組み合わせも、そう、しゃがみで結構当たってくれる相手だと、熱いですよね。よし、え、マジですか、認識させてるんですけど。厳密神は厳密神を覚えました。お、よし。ですね、ダメージ見てほしいんですけど、まず豪気に対、端の豪気に対しての立ちの、M7 からのさ、今後はフンヌの方がダメージ高くなるね。そうですね、あれ出ねえんだけど、ワノさん米、あ、入ったのか。トータルダメージ57ということで、今からちょっと52か、57、57か。で、これちょっと難しいんですけど、57ですね。マイページってか、あれどうやってやったんだっけなって感じ。で、それでバナオさんがコメントすると、確か N 投げ、そう、デジタル、あれデジタル、そう、で、こう、じゃあ N 投げ、あ、もう切れましたN 投げふんぬ、すごい、何これ。いや、これがちゃんとフンヌの後半が当たってくれると出しに行く。ええ、なんかマジできないんだけど、ゲーム中の携帯が鳴ってる。おみつさん、あ、取って、どこだ、ちょっと待って、どこだ、ちょっと待って、俺の携帯鳴ってるんで、ちょっと待って、あ、わかった、これだ、はい、いや、これ電話していいよ。ピエロです、ピエロさん、何やってるんですか。よし、とんな、いや、やってないんすよ。ヤッコにかけたから注意。あ、じゃあケンちゃん頼むわ。オッケー、あ、失礼、ちょっとごめん、本当に、出しにくて悪い、悪い、みんな、お兄ちゃん、あ、つながった、これこれ、こんな感じで、まあその壊しふんぬとダメージあんま変わんないよってことが言いたかったんですよね。よし、で通常投げ指導、これは美味しいな。そうそうそうね、そうなんですよ。だからちゃんと端の豪気に対して、まあ、壊しふんぬ打ち切りと、あとやっぱちゃんと N 投げからの、出ないけど N 投げからのこれがちゃんとつながればその55くらいいけるし、で100機に対しては普通にこれ置いときゃいいわけだから。そう、ルグでキャラ減っていうか、まあそもそもフンヌ使うキャラがすごい少ないじゃん。やっぱあのスクがそんだけ
使える。おみっちゃんありがとう。暗速がそれだけすごい安定した SA なんで、やっぱフンヌっていうのは初段が当たりにくいキャラがいっぱいいるので、これなんだ、これアイコンかな。つながった、わらわら。で、いるの、フンヌ使う要素のあるキャラっおていうのみがち結ゃ構ん、少なくいて。ろいろネタ持ってるな。さすが智商やな。ははは。まあ、これは、まあ、ただのコンボなのでね、ちょっとネタとは違うと思うんだけど、じゃあ、フンヌ選ぶ要素のあるキャラを、ちおみょつはかわいいな。っと、言っていきます。まずですね、道義系に対して、竜、拳、こいつらに対してはですね、フンヌは、まあ、基本ないかなと思います。やっぱ、足払いに対してお仕置きするためには、暗ダド速はフンのヌでリーいいチがわ。必要。あ、かっこ、アーサン。そうですね。ダドはね、フンヌではいいですね。これは俺、五分五分だと思います。ダドに対しては、暗速でも、最強神が登場しましたね。ダドに対しては、これ、フンヌ俺でだよ、も、ダブルアイ暗プ。速でも。あ、そういうこと。ありがとう。いや、もう、おみっちゃん言ってたのアイコンだよね。多分ね。そういうことだね。はい。いや、でもこれ五分五分だと思うよ。多分、だ俺がもっと上わ手けら、れば、アントニオ猪木さんかと思った。そう、俺がもっと上手ければ、例えば、フレーム上はさ、そのダートガードして、まあ、リバーサー暗速が入るわけで。猪木じゃない、わら。そうそうそう。で、あと中華軍団と、あと、オロー、あと、女キャラも全部、暗速選ぶべきで。で、悩むのが、やっぱ、ダットリー Q ネクロ。ダットリー Q ネクロ。アレクは？アレクはね、アレクはどうなんでしょう？64でフンヌだと俺は思います。やっぱ、ちょっとやってみますけど、フンヌだとパなしちゃう。Q そうはな再ん起だよか耳ね。で決める感じですか？マジか。トムさんとやった結果 Q は傷心に落ち着きました。ああ、わ自ら。分も9戦は昇進割だと思いますけど、やっぱ一撃俺が、はズル使ったんだよ。まあ難しいとこっすよね、そこ。そこもまあブロッキングモードうまくできれば検証し、みんなに見せたかったとこなんですけどね。昇進じゃなきゃできないことが。で、アレクに対してはですね、まあこれレミ使いのことは多分みんな基本的に知ってると思うんですけど、膝からフンヌがつながるという8ヒット。はい。というわけでね。まあ、太刀のアレクに対して、膝から、8ヒット。そして、座ってるアレクに対して、同様に、レミーかっこはい、ちいい。ゃんと繋がってますね、これ。1個突き抜けちゃってるんで。ふんぬふんぬ。そう、あ、ふんぬふんぬ、ふんぬふんぬ、ふんぬふんぬ、かっこいいよね。こういうことっすね。ふんぬふんぬ。ちなみに俺は今2回目のふんぬ移動したというね。失礼。間違えた。かっこよ。あ、移動したい。でもさ、あれさ、魔法この、使うとイコール体移力動みたいなね。無駄に。まあ、アレクは端なら移動せずにもふんぬふんぬつながるんで。というわけで、やっぱ立ちでもしゃがみでも膝からフンヌ当たるキャラが一応アレクだけなのかな、一応迷ったキャラの昔中有だと。望の暗角に移動フンヌ決めてたのが記憶に残っそうてまそう。す。だとやっぱ EX エルボーの半角に安全、4比階か較らフ的ンヌ安フ全ンヌすにると半半角を分狙ぐえらいるのという意味減で算するフよンヌはね。強いですね。そう、PA4 回からフンヌフンヌ。ああ、でも、あんま試したことないや、ユリアン以外に。確かに、ユリアンも、スタン、リーチまで一気に行くんで、確かに、もう、即ピヨンするキャラいっぱいいると思いますね。で、あと、
キャラクター選択。オロに操作不能したことある。笑い。オロはでも天狗師匠ガチでレミちゃんと殺そうとしてくる人は、オロでヤギを使ってくる人はいないしよ。で、あとですね、一応やりたいのが、もうまだまだ一般だよな、ほんと。ね、ごめん、なんか変なのやっちゃった。違う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 。ちょっと注意これ。なんか、あっちった。さすが師匠。ボタン大丈夫？今間違えたんで。これさ、リセットってこれでできる？セレクト？セレクト？これで初めて、うん、これでまあセレクトするんですか。今こんな感じであるじゃないですか、うん、そうすると毎回ここに戻る。これは結構すんなりいけない。まあいいや、リセット、リセット。例えばこうやって、まあ、こっからブロッキングトレーニングに行きたいんだけど。あ、だったら無理です。じゃあトレーニングやめるにして、OK。 あ、大丈夫、あとは。ありがとう。ピクピク。失礼、ちょっと。ケンタ震えてる、笑。今の注意の技ですね。で、やっぱその自分のキャラでやっぱできること何かなっていうのをちゃんと探すためにですね、やっぱ自分の反応っていうか、どの技にはどの技できるかなっていうのを試して、結構これ結構ガチで今喋ってます。で、例えばですね、こういうまあ剣をダミーに動かして、おもろに足払いを、で足払い打った後はガードを入れ込んでおく。でちょっと立ったらスタートでいいのかな。でトレーニング、で実戦想定して、おおほうほうほう、でこうやって大パンで中足させるかなとか。どんなことするの、あのさ、ハメみたいな爽快感あんじゃん、それ自分最強みたいなみたいなね。で、例えば、まあ、今ちょっとこのコントローラーやりにくいプラス剣が中足だったっていうのもあるんですけど、大足だと結構ね反応しやすいんですよ。で、剣ダッシュだったら結構好きなので、見てから、あ、これ見てからソニック間に合うじゃんみたいなね。そう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 、見てからソニック間に合うじゃんみたいなね。そうそうそう、こういうのが結構大事で、で特に最強じゃないかそれ。これなんですよね、道着のダヤシっていうのは隙だけ、隙が前に残るんですよ。はいはいはい、つでいったよ、もう一回もう一回つって。このように明らかに前の方で当たってるの分かりますか。だからつまりこのキャンセル暗速は入れ込みで OK なんです。まだまだだった。入れ込みで OK、当たってる、なるほど、そう、差し返せてる、間に合ってる時だけキャンセルしてくれるので、入れ込んでおいても。で、間に合ってない時は、あ、ちょっと、これ今連打しちゃった。そうそう、間に合ってない時は、出ないでくれる、暗速が。間に合ってる時だけ、キャンセル。で、誰がやったの？それね、で、つまり間に合ってなかったらやってないって叫ぶ。いや、間に合ってなかったらちゃんと入力すれば暗速は出ないでくれる。それだ。で、やってない。でですね、それとはまた別に、今度は今のはつまり刺すべき技の代表として流気、あの道着系の大足、まあ、できれば中足を紹介したんですけど、今度は狙うの無理じゃねっていう技、これはやっぱ代表的なのがやっぱりリアンの中足ですかね。リアンの中足に対してはと思うじゃん。だけど入れ込む必要があってさ、いや違う、リアンの中足の場合はですね、今ガード入れっぱなしてるんですけど、
隙が前に残らないんですよ。だからが前に残らないので、そうさせないんですよ。本当にビタでちゃんともう確信、いや隙が残んないんですよ。で壊しだと前進性能がないので、じゃもうリープで乗るしかないな。ちなみにそもそもユリアンの中足の硬直が短すぎ、そうそれもあるんだけど、で余裕が違うな。もうちょっとでもレミンに当てに行くか。一応こんくらいにしといて、失礼、ほらこれ入れ込んでたら出ちゃうでしょ。自分ではこれ待ってるつもりなんだけど、待ってきたと思ったらショールブレかオリゾン刺すしか。これはでもこれはもううまく当たってくれた感じで、こんなの全然漏らす範囲じゃん。うわでも気が太いね。いやこれたまたまうまくいってるけど、ワンチャン俺がガード入れ忘れた。あこれガード入れ忘れてる、これ間に合ってないわ。ごめんな、ガードしてちゃんと。これができるとチャットで今の見えてんのか。でさっきの剣の場合と違って、いやさっきの剣と違って今こう間に合ってない時でも出ちゃうんですよ、入れ込んでると。剣の場合は間に合ってない時は剣眼の隙が勝手に後ろに引いてくれるのでことなきを得るんですけど。でですね、だからつまりユリアンの中足は刺すのを狙いに行くべき技ではないと言えるでしょう。ただ逆にですね、ユリアンでも刺すそう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 漏らすリスクが出てくる、その道着の 中足大足と違って。だけど例えばユリアンでも隙が前に残るタイプの技があって、例えばこれですね、あ連打しちゃった、ガードしないと。うろうろして、でこれはイラン大パンの場合は隙がまあさっきの大足とかに比べるときついけど、やるならブロ狙った方がいいという感じでしょうか。いやブロも狙うし差し合いも狙うし、普通に通常技同士で読み合いもする、バランスよくやった方がいいですね。やっぱそのレミーはリスクリターンがないからブロらないとかそういうのはやめた方がいいですね。ちゃんとリスクリターンが合わなくてもいろいろバラした方が熱いと思います。お仕置きに刺すのは怖いな。なるほど。でちなみに例えばレミー・ユリアンの差し合いの場合、いきなりちょっと話ちょっと変わっちゃうんだけど、ユリアンのこれが本当に強くて、基本的にもこれ振ってればレミーの立ち合わせには勝っちゃうんすよ。レミー使いじゃないけど明日からレミー使う。おーレミーみんな増やそうぜ。はい、でレミーのメインの立ち技はこれだと思うんですけど、ちゃんと地上戦できる人だろうな。やっぱ部が悪いんすよね。でん大パンはね怖い怖いし、多分レミー使ってるけどこれを気にサード本格的に始めてみようかしら。でイリアンの中足に対してはソニックじゃダメなん、まあ、ソニックもいいんですけど、ソニック実は結構ヘッドでくぐられて大変なことになっちゃったりもするんで、そうでですね、その、まあ、ヤックが今円台パンで刺しちゃいいんじゃないのみたいな感じなんですけど、やっぱ円台パンも発生遅いので置きになっちゃうんですね結局。で起き合ったらユリアンの技の方がやっぱシャープなので負けちゃうので、やっぱできれば他の選択肢はいいかなと思うんですけど、例えばユリアンのまあ中足の置きに対してはレミーはやることは、まあ、さっきコメントにもありましたけど、まあやっぱ置き弱ルグレとか
あと、円柱形ですね。そうなんですよね。ヘッドが強すぎて、本当に。ソニック言っても、揺れの血足に対しては、やっぱ、レミーの円柱形が非常に、もともと足払いに対して、足払いに対して、相性がいい技なので、これ振っときゃいいんですけど、ただ、レミーがこれ振ってるだけだと、ユリアンの円台パンに負けちゃうよっていうね、立ち台パンか、ユリアンの立ち台パンに負けちゃうよっていう。で、ただその立ち台パンをどうするかって話なんだけど、そうですね、ギルいたら本当に、あの、まあ、で、さっきの立ち台パン覚えに移りますけど、あ、じゃあこれはブロレた方がいいんだな。ダミードックがし直して、ティーティーティーみたいな感じでね、これを覚え込ませました。はい。サトシ賞のレミー効果でコミュ人数がどんどん増えてるな。これですね。ユリアンのダイパーに対する対策としては、まず一番取れるのが、あ、ありがとう、コミュニティ参加ありがとうございます。今、レミー講座チキンだこと。ユリアンの足しダイパーに対して、これ俺が覚え、ごめんよ、操作ミス。ダミーロックが、ディープディープダイパンスグガードを覚え込ませます。そうす、次はちょっとレミも下がって前ブロしたいと思います。これはあのしゃがみダイパンが確定するのは調べてあります。で、結構今遠くでブロったと思うんだけど、これ確定なのか、ちゃんと狙わないとな。おわい箱来たぜ。おー、すげー。これで、あ、おわいの箱が来たらしいですけど、ちょっとブロれないんだけどね、なんでそう、こういう感じでね。で、あた、つまり当てに来る立ち台パンには、まあ、読みでブロ、前ブロで、置きに対しては今ちょっとこうですね。イリアの立ち台パンは、ここの宣伝にもなるし、お会いにぶっこもう。で、今も見たと思うんだけど、やっぱ間に合ってない時は当たらないでくれるので、イリアのその隙が前に残るタイプの技に対しては、ほら、お会いがお会いになってる。で、当たってる、間に合ってる時だけキャンセルしてくれるので、ほら、こういうのはやっぱ狙うべきですね。今のちょっと変だったね。意識してれば大ピーにした中ピーさせるもんですかね。そうそう、意識してれば、待ってれば結局できるから。で、こで例えばさっきの道着の台足待ちモード、待ちモードとか、あのイリアンの円台パンに対して今なんかやろうって思ってる時にイリアンとか道着に出し投げ食らったとしても、それは別に中距離での精神的な読み負けなので、別に、あ、読み分けたんだなっていう、どうせ全体は無理できないので。初心者ですいません、この入れ込みは積極的に狙っていく行動です。いかやく、そうですね、あの相手のちょっと繰り返しになるんですけど、相手のその牽制技によっては隙が前に残る技があるんで、隙が前に残る技はあの入れ込んでも漏らす心配がないのでね。道着の台足見ればわかるんですけど、はい、今来たで、今日誰がいるの？今はとりあえず私厳密心と、あとガンダンクさんと、あと地上ユンかな、あとあとは大元帥注意がいますね。今ちょっとあとですね、メンバーが豪華すぎる。そうね、すいません、あの一番下っ端の自分がちょっとレミー講座やらせてもらってすいません。やめろ。現実心注意、ガンダムさん他ってやめろ。ヤックンが泣くからやめろ。いや、喋ってね。